ごきげんよう、リオルスです。それでは本日もペルソナ4ザゴールデン、言えたー、やっていきたいと思います。はい、なんとか武装を終えて、ジュネスで待ち合わせでいいよね、でユキコを探しに行くという形になっていたと思います。はい、商店街から出る、確かジュネスのフードコートで陽介たちと待ち合わせしているはずだ。向かいますか。はい、で今回は、ちえちゃんもついてくるということで、ちえちゃんのペルソナ気になるね。日曜だから目立つ、そうかな、普通にいるけどな。もうじきタイムセール終わるから人も少なくなるはずだ。はい、タイムセール。里中、やっぱりお前行くからね。だろうな。絶対無理すんなよ。お前はもうちょっと無理しろよ。お前前回気絶してる、あの前科あるからな。ちゃんと戦えよ今回は。いやきっとあの弱点の関連から今回は陽介活躍するんじゃないかと思うんだよね。何やってんだお前。見てわからんクマ、いろいろ考え事してるクマ。考え事、中身空っぽだけどな。どうやら自分自身についてずっと考えていたよ。まあそうだよな、君はなんでここに生まれて何のためにとか思い出した、思っちゃったら止まんないよなこれ、それでクマはこんなにクマってるのに。クマってるのか。あ、ダジャレ言っちゃった。プープー。平和だな。ね、何か分かったのか。ま、考えても無駄かもな。お前中空っぽで脳みそもねえだろうし。そこだよな、どうやって動いてんだろうこの子は。ファンタジーだな。しっかりだ。けど確かにいくら考えてもなあもう分からへんがね。分からへんがね。なんでちょっと方言っぽくなった。うっさいよあんたら、くだらないこと言ってる場合。それよか昨日ここに誰か来たでしょ。あ、そうだ、クマだら知ってる。クマより鼻が利く子がいるクマ。あ、じゃあ知らないんだクマ。お名前何クマ。一回来てるだろ。知恵だけど、それはいいから、その誰かのことを教えてよ。まあ、クマにとっては新しいお友達だもんな。大事大事、名前は。確かに昨日、君らとお話ししたちょっと後くらいから、誰かいる感じがしてるクマ。気配がわかる。天城なのか。クマは見てないからわからないけど、気配は向こうの方からするクマ。多分あっちクマ。ああ、そういうセンサーある。あっちね。なるほど。みんな準備はいい？はい。おう。普通の戦闘に入るのかな。まだだってまだだって自由に動けないもんな。ずっとこのまま行くのかな。それともこのゲームは。何ここ？お城？入ってったな。もしかして。天城入ってったな、この中に。昨日の番組に映ってたのここなのかな。あの真夜中の不思議な番組、本当に誰かが撮ってんじゃないんだな。そうだよな、本当謎だらけ。番組？知らないクマよ。何かの原因でこの世界の中が見えちゃってるのかもしれないクマ。それに前にも言ったでしょうが、ここはクマとシャドウしかいないんだってば。それも謎だよな。何なんだこの世界は。誰かが撮ってるとかそんなのないし、初めからここはこういう世界クマ。初めからこういう世界って、それがよくわかんないっての。じゃあ君たちの世界のことを全部説明できるか。まあそうだよな、こういうもんだって言われたらもうしょうがないよな。とにかくその番組ってもののことはクマも見たことないからわからんクマ。こっちの常識は通用しないよな。っていうか本当にただこの世界が見えてるだけなの？そもそもユキコが最初に例のテレビに映ったのいなくなる前だよ。おかしくない？あれそうだっけ。あ、そっかそっか、そうだよな。で次の日にあのなんかよくわかんないドレス着て映ったんだよな。大体あのユキコが逆なんとかってありえない。そこだよ。何なんだろう、あれがユキコの本心なのかな。逆なん？逆なん。俺もびっくりしたぜ。
確かに普段の天木なら絶対言わないよな、あんなこと。もしかして前に俺に怒ったこと、そうだよね、そう考えるのか。そう考えちゃうよね。陽介の本心をあの偽物は言ってたわけだから、あれも天木の偽物で、天木の本心、偽物っていうか本なん、天木の裏の姿偽物ではないんだよな。まだいろいろと分からないけど、うん、君たちもう一人の僕だもんな。限りだとその番組っての、うん、その子自身に原因があって生み出されてるって気がするくま。天木、ユキコ自身があの映像を生み出してる？やっぱなんか悩み事を抱えてる人が ここに取り込まれて、でその悩み事をごとなんか分身しちゃってる感じなのかな。そうだよな、今まで取り込まれてる人はみんななんかしら悩み事がある人だもんな、うん、なあもうどういうこと、わけわかんない。ねえユキコ、このお城の中にいるの？まあ入ってたもんな。聞いてる限り間違いないコマね。あでさ、逆なんて。あ、そこ深掘りする。ここにユキコが。ガムシ私先に行くから。いやだから揃って行け、先に行くなって。なあおい、一人で行くなって。ほんとちょっとつ盲信タイプだな。俺らも行くぜ。はいよ。で逆なん、あ出ないったく、里の中のやつ一人で行っちまったよ。あお城の中はシャドウがいっぱい、クマほら女の子一人危ないかも。女の子という概念は分かるんだ。マジかよ、それ先に言えっつーの。クソ、里の中追うぞ。よしよしよし、あの子一人で走ってっちゃった、クマね。あの中シャドウいっぱいなのに、その顔。あそうだ、これを持ってくクマ。お地返しの玉さん、地返し、これクマ一人で集めたの、先生にあげる。白桃の実とソウルドロップ、何これ。ほんじゃ行ってらっしゃい。いや君は来ないの。このアイテム何、このアイテム何。あまたボタン間違えた。違う、味方一人の SP 妖怪10回復、ヒットポイント20回復、戦闘不能状態を回復。お、すげえ3つもくれんだ。傷薬100だからね、うん、20か。でも戦闘中は使えないな。20回復してる間に30ぐらい食らいそうだもんな。気をつけてな。いやお前来ないのかよ。まだそんなに遠くには行ってないクマ。あいつ一人で先走りやがって。クソ行くぞ。あちょい待った、先生たちが来てからシャドウが凶暴になってきてるクマ。きっと先生たちを見つけると近づいて襲ってくるクマ。シャドウから攻撃される前にこちらから仕掛けるクマ。アクションボタンで攻撃アクションができます。ドラゴンクエスト X みたいな、11みたいなことができる。あー先にこれで、ね、殴って先制攻撃が出せると。開くな。どうしよう、ま、これ視点は、あ視点こうね。あれシャドウですか、あれシャドウですね。気づかれましたね。意外と速いですね、足速いですね。ちょ追ってきてる。あー追ってきてた。あーしかも先に奇襲されてる。あ、なんか勝手にことやってる。 AI なのかあいつは。なるほど。じゃあペルソナ特殊能力ジオ1体からやるか、まあ、とりあえず真ん中からやるか。はい、ウィーク。こいつ弱点多いなじゃあジオをまたこいつに打つ。こんな感じでいいよね。チャンス、ボコボコにすんぞ。はい、いいえ、はい。何これ、何これ、連携何これ、全員をこかすとこうなるのかな。シャッフルタイム。ちょ待って、説明のないことがいっぱい来てるんですけど。目の前に不思議なカードが見える。イゴリに言われたことを思い出した。
敵を倒した時あなたには見えるはずだ。よく覚えてんな、そんなこと言われたの。可能性の目が手札としてね。ほう。時にそれらはひどく捉えない。恐れず掴み取る。シャッフルタイムが起こり、目の前に複数のカードが現れます。カードには様々な効果がありますが、その中に現れたペルソナのカードを引くとペルソナを手に入れることができます。だいぶランダムだな。手に入れたペルソナは戦闘で使えるほか、ベルベットルームで合体させることができる。はあ。特別なことがない限り、目の前にあるカードの中から引くことができるのは1枚。状況に応じて必要なカードを選びましょう。なるほど。これが戦車レベルに全然意味が分かんない。スライム、え、これペルソナってこと？スライム呼び出せるようになるってこと？忍者フロイド、また次の戦闘終了まで敵に気づかれなくなる。いや、それはいらないな。こっちにしよう。スライム、戦闘でワンモア発生させたり、敵を総攻撃で全滅させることでシャッフルタイムが起こりやすくなります。効率よく敵を倒してより多くの報酬を狙いましょう。あー、じゃあ今のはいい行動だったんだな。いや、やっぱりペルソナなんだこれ。スライム、ペルソナスライムを手に入れた大きい乳歯を手に入れた。もうわけわかんな次から次へと、もうシャッフルタイムは覚えた。あと何だっけ、チャンスタイムも覚えた。うん、戦いに手応え覚えた。ヒットポイントで済み。あ、なんかボンボンレベル上がんな。自分の中で何かが弾けた。ヒャッハー、ヒャッハー、弾けたイザナギのレベルが上がった。マが1上がった。タイが2上がった。ラクンダ覚えたもう俺の脳が追いついていくのか。もう大変大変もうね。もうだいぶ迷った。あー、いますねペルソナ。おらー、あー、先生した、先生した、今先生できた。食いつかれてますあれー、おかしい。痛い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 。カチンときたぜ。やばいやばいやばい。頼むぜ。ガル。ウィーク。チャンス。オッケー。はあ、なるほど。やっぱいる敵が全部こけたらチャンスタイムってことでいいのかな。シャッフルタイム。お、今回3枚ある。スキルカード、ソード。ペルソナ運が1上がる。運が上がる。運が上がる。あ、まあ僕は防御を上げたい人なんで、タイが1上がるでいいかな。あるかな、軽視者のカード。イザナギのタイが1上がった。あ、いいね。即効果があるカードはいいね。精神の薄紙。何それ。ああ、素材かな、きっとダイダラで使えるぞ。ああ、そういうのをちゃんと言ってくれる。アイテム、じゃあ白桃、桃食べて、桃食べて頑張れ、桃食べて頑張れ、桃食べて頑張れ。で、なんか箱あったよな。なんか動いてるのが怖いんだけど。魔石を1個手に入れた。もう次から次とヒットポイントを最大HP の 30%。 あー、じゃあレベル低いうちに使うのはもったいないってやつだな。うん、なるほど。何がなるほどなのかもよくわからんが、宝箱クマ、開けてみてちょ。開けてみてちょ。大丈夫、人食い箱とかないの。白桃の実1個。じゃあ今のところは一本道だな。うん、まあ最初のステージだし。そうだよね、いきなり上下入り乱れたダンジョンなんかしないよね。でこっちだよな。で、あいつはどこ行ったの、チエちゃんは。こんなにバトルあるのにチエちゃんどうしたの。走って逃げてんのかな。敵いないね。ちょっと戦いたいんだけどな。あ、いた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 。今度こそ、今度こそ。オッケー、待った方がいいね。うん、待った方がいい。勝負。敵3体、気をつけるくま。あ、よかった、ちゃんとこっちのせ。ミスんの、お前ミスっちゃうんですか。いやー、味方人の防御力が上がる。楽んだ、
敵いたら防御力が低下する。この辺の雑魚で使うもんじゃないな。範囲攻撃ないのか、まだ範囲攻撃ないな。とりあえずジオでこかしつ、こかす。敵がダウン。先生お見事。お見事で次のこけてないやつをこかす。はい、敵がダウン。先生お見事。でまあまあだからこいつもこかす。えこんなんでいいの。敵がダウン。でチャンスタイム、いくぜ相棒。相棒チャンスタイム楽だな最初の。はい、シャッフルタイムあ流れは OK、 流れはつかんだ。経験値、獲得経験値が上昇する。あそれでいいんじゃない。宝箱の鍵、あ鍵、いや経験値上昇でかいだろう。ああワンドのカード後々響くもんね。これ得られる経験値が多くなった。大きい入試、レベルアップ入試コンプリートしてやるよ。ジライアのレベルが上がった、力が1上がった、体が1上がった、速が1上がった。こ敵はあれかな、もう1回出ちゃうと出ないタイプかな、このゲームは。ソウルドロップ、もっとなんかうろちょろしてたらオートで発生したりしないかな敵。ちょっとレベル上げしたいんだよな。やった階段だ、とっとと行こうぜ。あ行っちゃう。1個分かれ道あったんだよな。まあ行ってみるか、あとで。うん取りに来よう。ふむ、先生の戦い方にはセンスがあるクマでしょでしょ。それに比べて陽介と言ったらうるせえぞクマまあ確かにクマの言う通りお前にはセンスがあるかもな。でしょだからここぞという時は陽介に戦い方を指示してあげるといいクマ。ああ命令させろもあるんだ、コマンド。戦闘中は作戦で仲間の戦い方を指示することができます。ほう。また移動中でもサブメニューボタンを入力することで仲間の戦闘指示を変更することができます。まあクマに言われたのちょっと尺だけど、下手打ってお前に迷惑かけるのもあれだしな。遠慮せずガンガン指示出してくれよ。頼りにしてっからさ。まあ一応ゲームに慣れるまではしばらくは AI でいいな。みんなと話す、あそんなのができる。陽介、たくあの野郎、早くよくいるぜ徳川。おい、何で出した今のコマンド。あこれか、みんなと話す。クマ、一体どこまで行ったクマかね。メガネもしてないし危ないクマよ。あそうだ、霧見えん、霧そうだ。あみっけ、ちえちゃんはこの部屋の中に隠れてるクマ。ちゃんとちえちゃんって覚えた。中に入りますか。ボスっぽいな。回復しときゃよかったか、もうちょっと。ボスっぽいな。無事か里中。えこれ本物？里中。本物？赤が似合うねって。あ。天木。これユキコのもう一人のユキコと戦う感じか？私ユキコって名前が嫌いだった。ほう。雪なんて冷たくてすぐ溶けちゃう。ええ。儚くて意味のないもの。ええ。でも私にはぴったりよね。旅館の跡継ぎって以外に価値のない私には。なんそこを悩んでたの、ユキコさん。だけど知恵だけが言ってくれた。うん、ユキコには赤が似合うね。まあ確かに赤は似合ってたな。うん、これ天城の心の声か。確か小西先輩の時も聞こえた。あということはこっからボスが出てくる。そして多分この場所はユキコって人の影響でこんな風になったクマ。ああだから赤が多いのか。ユキコ、知恵だけが私に意味をくれた。ああだからあんなにユキコ好きな感じだったんだ。知恵は明るくて強くて何でもできて、うん、私にないものを全部。憧れだ。私なんて知恵に比べたら。いや知恵は知恵でユキコに憧れてる部分も絶対あると思うぞ、うん、知恵は私を守ってくれる。何の価値もない。なんだもうベタボレじゃないか。私そんな資格なんてない。資格なんて必要ないだろ優しい知恵、友情に資格なんて必要ないだろ。私優しい知恵。あ、来た。だってさ。来た。笑える。さあ。
ユキコの本心、本心じゃないな、あ、知恵の方か。あれってまさか。もう一人の知恵だ。さあ受け入れよ、受け入れるんだ。陽介と同じクマ。さあ何を暴露してくれるんだ。抑圧された内面、それが正義を失ってシャドウが出たクマ。え、知恵って抑圧されてんの。そんな表裏ある子には見えないんだけどな。ユキコが、あのユキコが私に守られてるって。表情怖。自分には何の価値もないってさ。ああそうでなくっちゃね。なんだなんだなんだ。あんた、何言ってんの。ユキコってば美人で色白で女らしくて、うんうん、男子なんかいつもチヤホヤしてる。まあそうだね、天城越えだよな。そのユキコが時々私を卑屈な目で見てくる。ほう。それがたまんなく嬉しかった。ほう優越感。そうよ、ユキコなんて本当は私がいなきゃ何にもできない。私の方がずっと上じゃない。なるほど。違う、私そんなこと。どうすりゃいいんだ。認めるしかないんだろう。知恵を守ろう。わからない。まあ、守ろう。今はとにかく知恵ちゃんを守るクマよ。守るクマ。クマ。やだ、来ないで。見ないで。いや、見ないで。いやいやいや、見ないで言われてもな。里中、落ち着け。違う、こんなの私じゃない。いやいや、陽介もそうだったんですよって説明しなかったの、こないだ。詳しく。それ以上言うな。ああ、認めないと出ちゃうよ。いろんなもんが出ちゃうよ。一、ね、人じゃ何にもできないのは本当は私。ほう。人としても女としても本当は勝ててない。本当は勝ててない。どうしようもない私。結構コンプレックスだったの。私はあのユキコに頼られてるの。うん。そこでなんとか心を保ってたの。だからユキコは友達、はあ、手放せない。ユキコが大事。まあ、若干は思ってたのかもしんないけど、これシャドウによって少し誇張されてないか。うん、どうだ。そんな、私はちゃんとユキコを。出てちょっと持ってるよね。持ってる感あるよね。今まで通り見ないふりで私を押さえつけるんだ。あったはあったんだろうけど。けどここでは違うよ。いずれその時が来たら残るのは私。いいよね。私もあんたなんだから。私もあんた。黙れ。あんたなんか。ダメだ、里中。あー、ダメだダメだ、出ちゃう。あんたなんか私じゃない。あー、言っちゃいました。はい、いただきました。はい、喜んじゃいました。さあ、どんなのが出る。どんなのが出る。里中。うん、なにこれ、なにこれ、なにこれ。気持ち悪い。なんか、3人ぐらいいる。上にもう一人いる。4人ぐらいいる。来るクマ。二人の力でちーちゃん救うクマよ。いやー、なんだこれは。今までの二人はなんとなくヒーローっぽい格好してたけど、これは明らかに異質。我は影。影なるわ、真なる我。イカだよ。あんたら本物さんをかばい立てする気？だったら痛い目見てもらっちゃうよ。すごいな、組体操してるな。二番目の子どうなってんの？うるせえ。おとなしくしやがれ。下の子さ、足プルプルしてるじゃん。女の子に4人持ち上げるの無理でしょ。里中、嫉妬の辛抱だからな。すごい足プルプルしてるもん。さーて、そんな簡単に行くかしら。はあ。